マダイ。マダイ、マダイ、A、パグレスメジャーは、スズキ目、スズキア目、タイカに分類される魚類。日本では重要な食用魚で、タイといえば、競技にはこの魚を指す。俗名は、キリシャ語でタイを意味するパイガンマロー、パグロスのラテン語系パグレス。首相名は、ラテン語で大きいを意味する、マヨルに由来する。パグレスメジャー、パグルス、マヨル全体として、 大きな体という意味をなしている。全長1 2 0トルに達する比較的大型の魚。釣りの対象としては大型の個体が好まれるが、食用として多く流通するのは30から7 0トル程度である。体は側平たした楕円型で、顎が前方にわずかに突き出る。胸びれは細長く、全長の半分近くに達する。背びれは前に、 トゲ状十二、五2南条十、尻びれも同様にトゲ状三、南条八からなる。尾ひれは大きく二差する。口の中には上顎に2体、下顎に3体の鋭い剣歯があり、その奥に2列の薄歯がある。体色は紫褐色を帯びた光沢のある、淡紅色で、青い小反転が散在する。若菜では体側に5本の不明瞭な横縞が出るが、 制御ではこの横島がなくなる。また、尾ひれの公園が黒い点で、地台や、機台と区別できる。日本列島近海では、北海道以南から南シナ海北部までの北西太平洋に分布するが、奄美群島、沖縄諸島沿岸には生息しない。漁獲量は、東シナ海、瀬戸内海、日本海の順に多く、太平洋側では、南ほど多い。 生魚は、水深30から200メートルの岩礁や、砂テイの低付近に生息し、群れを作らず単独で行動する。肉食性で、小魚、甲殻類、頭足類、貝類など小動物を幅広く捕食する。頑丈な顎と歯で、エビやカニの硬い殻も噛み砕いて食べてしまう。マダイの産卵期は2から8月で、温暖な地域ほど早い。魚は、この時期になると、 沖合の深みから浅い沿岸域に移動する。卵は直径0.8から1.2ミ、mm、リメートルの分離浮き製卵で海中を漂いながら発生する。産卵数は体重1 1ラムのメスで30万から40万、体重4ラムのメスで100万、体重6 2ラムのメスで700万というデータがある。ただしマダイは卵や稚魚を保護しないため、 卵や、稚魚のほとんどが、他の動物に捕食されてしまう。稚魚は浅い海のされ規定、岩場、藻場などで生活し、小動物を捕食しながら成長する。生後1年で、全長約15センチメートルに成長し、2から3年で浅場を離れて、深みに移る。寿命は20から40年程度とみられる。実は、歯たえのある白身で、他の魚に比べて、 臭みや脂肪などの癖も強くない。また、鮮度の劣化が遅いのも特徴である。刺身、カルパッチョ、焼き魚、吸い物、煮付け、鍋料理、鯛飯、天ぷらなど、多種多様な料理に用いられる。日本では、古くから、マダイは、鮮やかな赤い体色と、めでたいとの語呂合わせから、めでたい魚と考えられ、慶祝寺や、神道の祭りにおいて欠かせない。 高級食材とされてきた。需要が多いため、養殖や放流も行われる。また、マダイにあやかって、大海魚類はもちろん、マダイと似た、扁平な体型や赤い体色であれば、大海外の魚でも、総称して、タイと呼ばれたり、タイという名が付けられたりことが多い。タイの項目参照。日本で珍重されるタイだが、世界の別の地域では、必ずしも高級魚ではない。 韓国ではチャムドムと呼ばれ、日本ほど一般的ではないが食用にする地域もある。台湾では生代、カ、ロウと呼ばれ、日本のように高級魚扱いはされないが、刺身や中華風の料理で食べられている。オーストラリアでは大型のものが簡単に釣れることや、淡白な味がオーストラリア人の好みに合わない理由から評価が低く、日本ほど一般的な食用魚として、 流通はしていない。オーストラリア海域で漁獲されるマダイは、ゴーシューマダイ、パグレス・ロトゥースという北太平洋のマダイ、パグレス・メジャーとは別の学名が与えられている。しかしこの2種は外観や味では判別がつかない遺伝子レベルの際に過ぎない。さらには両者が遺伝的に非常に近いことから、マダイとゴーシューマダイは別の学名の種でなく、 同種の別亜種の関係にあるとする学説もある。日本では、欧州麻鯛を北半球の麻鯛として販売する可能性が懸念されている。これは、麻鯛と欧州麻鯛の種の違いによる味の違いの問題というよりも、欧州麻鯛が日本近海産の麻鯛より原価が安いことを悪用した原産地偽装の問題である。主に温暖な 西日本の波静かなリアス式海岸となった地域において、マダイの養殖が盛んに行われる。上海に面した愛媛県宇和島市とその周辺で、盛んに営まれ、全国シェアの50%程度を占めている。他の産地は、熊本県、三重県、長崎県、高知県、和歌山県などである。洋行の差し込む水深では日焼けして退色が濃い、褐色となる。これで、 商品価値が下がるため、マダイの養殖イケスの上には、通常黒いネットを貼って、日焼けを防ぐ。また、養殖物は、狭い空間で十分な餌を与えられるため、天然物より身の脂肪分が多い。1.5から 2kg 程度のものが、味が良いとされるが、300g ほどのものも、古代として出荷される。養殖技術の進歩とともに、養殖物が大量に出回るようになって、 浜川下がり、スーパーマーケット等にも短冊が日常的に並ぶようになった。このため手に入れにくいような高級魚ではなくなりつつある。一方、天然物の,のマダイは養殖物にない鮮やかな体食と癖の少ない食味で重宝され、高値で取引される。一本釣り、ハエナは、低地毛などで年間1万3千から1万6千トンほどが漁獲されている。 天然物は海釣りの対象としても人気が高い。産卵期に朝場へやってくる春や冬に備え深場に移る秋が釣りのシーズンとされる。逆に産卵直後の晩春から初夏にかけては脂肪分が抜けて味が落ちるとされる。釣り絵はかつては芝エビや赤エビ族など車エビかのエビを生き絵として使っていた。釣りとしては難しいだったが 巻絵や釣り絵に使うようになって難易度が下型という。また、ルアー、平イラバでも釣れる。また、近年では一つ天夜長法などの普及により、難易度がさらに下がっている。タイ、大台、本大、大の優、各地チャリコ、カスゴ、近畿地方、養魚、マコ、オートク大徳台、東京芝大、ヒシコ、長崎県、マジャー、有明海沿岸マコ大、鹿児島県など、 地域や魚体の大きさに応じた様々な故障がある。漁業関係者の間では、違いや気代などよく似た禁煙種との区別も割と明確で別物として扱う。時期や食味に対応した故障として、桜台、春の三段期で油が乗ったもの。本来は寒台の実が桜色になったものを言うや、紅葉台、秋、魚島の体、三段期、 麦わら鯛、産卵後の味が落ちた状態を表すがある。なお、桜鯛を標準和名とする魚もいるので注意を要する。別名、百魚の王と呼ばれる。いずれも、食材としての鯛が豪舎であることが由来している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。